こんにちは、ダブリンニュースクールエミーです。今回ご紹介したいレコードはこちら、オペレーティングシアターのミス・マウガーという作品です。このレコードは前々回にご紹介したマイケル・オシェイのレコードに少し類似する点がありまして、去年出たリシュー版となっています。オリジナル版は1983年にリリースされました。同じくオールシティからリプレスされているんですけれども、私ね、1点間違った情報をお伝えしてしまいまして、オールシティがリシューとして扱っているレーベル、オールシーバルっていう名前に変わるんだよって言っちゃったんですけれども、正しくはオーカイブという発音でした。大変失礼いたしました。アーカイブっていう言葉とオールシティをもじった造語で作られた名前のそうです。なかなかね、かっこいいですよね。そのオーカイブから出ているリプレス版なんですけれども、私はね、この リシュー版をおすすめしたいです。まあ、なかなかオリジナル版は手に入りにくいっていうのもあるにはあるんですけれども、インナースリーブに酷似されているライナーノーツがすごく面白いんですよ。まあ、A 面 B 面に書かれていて、オールシティのボスのオランさんが今回もプロデュース、しっかりこのライナーノーツ記載されているんですけれども、ここまでね、こうオペレーティングシアターに詳しい方、またここまでこう深く掘って語られている書物っていうのも残ってないんじゃないかなと思うんですよ。すごくこう貴重な一枚になっています。ぜひぜひね、デジタル音源ではなくって、今作に至ってはレコードで聞いてほしいなとおすすめいたします。私自身あんまり英語がね、未だに得意じゃなくって、で、まあ、Google 翻訳使いながら、まあ、読み込んでは見たんですね。ただね、お恥ずかしながら正直全然理解できなかったんですよ、このライナーノーツに至っては。なので、友達のね、プーリーに頼んで、簡単な英語にもう一個こう文脈作れないだろうかってちょっとお願いしたところ、彼女もすごく苦戦していて、まあそもそもね、イギリス英語とアイルランド英語って違うとは言われているものの、このね、オランさんの書かれている、まあ、文法の使い方、しっかりこう使っている単語っていうのがすごくアーティスティックであったりとか、専門的な用語を多様化していてね、難しいと、まあ、イギリス人プーリーもおっしゃっていました。なのでね、まあ私も一緒にこう読み解いたものの、今回このビデオの中でももちろんこのライナーノーツに沿ってお話はしていきたいんですけど、すごく断片的な部分でありますので、まあ英語得意な方はね、特にご自身で読み解いてほしいなと思います。でもね、私最初の出だしから出肌をくじきまして、ここにね、シールでレコメン載ってるんですけれども、最初の一文からしてもハテナマークだったんですよ。なんて書いてるかっていうと、アルストジェム from 1983 This is a debut LP で、何って思って、ロストジェムってなんだよって感じたんですよ、最初から。で、まあ、ジェムっていうのが宝石っていう意味で、まあ、直訳すると失われた宝石になるようなんですね。だ、この表現ってすごくこう、まあ、スラングというか、まあ、比喩的な表現で使われているそうで、まあ、このレコードに対して例えるならば、1983年にリリースされてものすごくかっこいいっていうのはあるんだけれども、みんなこうそこをね、ちゃんと評価しなかった、パススルーしてしまったよって。ただ、まあ、2019年になってもう一度発掘されてリプレスされた、みんなが見過ごしてしまった宝石だけれども、今もう一回輝きをっていう意味合いだと思うんですよ、このロストジェムっていう表現はね。まあね、なかなかに本当、まあこの表現だけじゃなく、いっぱいいっぱいいろんな面白い英語があるのでチェックしてみてください。でですよ、そのオペレーティングシアターって何者なのかっていう話に本題触れますと、ダンス演劇音響実験をしている超前衛的なアイリッシュの総合芸術集団となっているグループ名がオペレーティングシアターとなっていて、主催しているのがロジャー・ドイルという方です。彼は、まあ、エレクトロニカだったりとかアコースティックの作曲家として有名で、まあ、今作はね、彼のソロ作でもあるんですが、他にもね、すごいいろんな作品出ていますので、ぜひぜひチェックしてみてほしいです。で、このアルバムは全面的にはインストゥルメンタルがメインとなっていて、まあ、シンセポップであったりとかクラシック音楽なんかをメインに使っています。まあ、80年代のね、エレクトロニカ感っていうのはすごく感じていて、ちょっとなんかコンピューターゲームの音っていうか、ちょっとゲームの
サントラっぽい感じは印象的にありました。演劇集団ということでね、すごくこうサウンドトラック調なのはもちろんあると思うし、なんかこう劇中で使われていそうだなっていう雰囲気も感じます。特にね A 面はインストゥルメンタルが強めで、問題はですよ B 面なんですけれども、あの B 面のまあ1曲目オーストリアンっていう曲がありまして、こちらはボーカルにオルウェン・フウェルさんという所属しているね女優さんが作詞していて劇中で歌っています。このねフウェルさんという方のね声音がまず素晴らしいんですよ。すごくこう機械的というか、すごくガツンガツンとした声の持ち主なんですよね。すごくローファイだし、とってもなんか太い声で低い声プラス、すごくこう台本を読んでいるようなリリックでもあるし、一つ一つ単語単語を喋っているラップ調でもあるかなって感じます。なかなかこう本当に一フレーズ一フレーズで歌い方であったりとか表現の仕方を変えているので、どういった歌い方っていうのも伝えるには伝えにくいんですけれども、まず声が素晴らしいというのは分かります。でね、最後の方の何秒間かとか、ずっとフウェルさんがベロ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 って言ってるだけのリリックもあったりして、ちょっとね本当凡人には理解できない楽曲ではあります。でも本当にかっこいい。 B 面は何曲かフウェルさんが歌われているものもあるし、リリックがついている曲もあります。本当にね難しい、ちょっとなんて言うんだろう、薄気味悪いというか、あのね怖さみたいなのはすごくひしめいています。ポップさはね A 面にはあって、 B 面はちょっとねかなり全面的にアバンギャルド的要素が含まれています。まあこのジャケットを見ていただいてわかると思うんですが、すごいなんかまあ怖いじゃないですか。でこのね真ん中に日本の江戸時代っぽい絵も表記されているんですよ。でこれなんでかなっていうところがあったんですけども、オリジナル版は歌舞伎レコードっていうところからリリースされていて、こちらのレーベル会社は1982年の夏にスタートしたレーベル名で、ラフトレードと一緒に契約してあのリリースを行っていたそうなんです。でただですね3年後の1985年にはもうクローズしてしまって、でこの歌舞伎レコードは終わっているんですが、現在も名前を変えてシェルシックディストリビューションという名前になって、主にねマーケティングメインでレコードの販売などは行っているそうです。あの調べたらホームページも現存残っていて、あの更新されているようなので、ぜひぜひアイリッシュミュージックしっかりこのレーベル、いろんなねアバンギャルドシーン好きな方はぜひぜひチェックしてみてください。てな感じで今日はオペレーティングシアターをご紹介しました。ぜひぜひ気になる方はね、まずはレコードを手に取ってほしいんですよ。今作に至っては、あの Spotify にも音源は落ちているんですけれども、先ほど伝えたようにライナーノーツがね面白いので、その辺はこう一緒に楽しんでほしいなと思います。日本でだったらばディスクユニオンさんであの通販で買えるようなので、あの私の概要欄にもリンク貼っておきますので、ご購入ぜひ検討してみてください。てな感じで今回もアイリッシュミュージックについてお話しいたしました。もしこういった音楽であったりとかアイルランドの音楽気になる方は、あのチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。また次回も音楽についてお話ししたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。さようなら。